ビッグジェミニ・派ジェミニ計画の発展型の一つとして、1969年8月にダグラス社からアメリカ航空宇宙局へ提案された有人宇宙船である。軍民療養の多目的軌道輸送システムとして、9から12名の人員及び補給物資を宇宙ステーションへ輸送するものであった。結局、軌道輸送システムとしてはビッグジェミニではなく、スペースシャトルが実用化された。 アメリカ合衆国では1960年代に宇宙ステーション構想を本格的に検討しており、軌道への人員、補給物資輸送も検討課題であった。ビッグジェミニはジェミニ宇宙船の拡大系をこの任務に充てる構想であり、1969年8月に提案が発表されているアポロ計画の技術と有人軌道実験室の開発で得られた成果を フィードバックする予定であった。円錐形の再突入部に乗員が登場する形になっており、初期型で9名、改良型では12名を搭載する。機体後部が推進機及び貨物室スペースとなっている。打ち上げロケットには、サターン IB、タイタンファイムサターン INT-20 が検討された。サターン IB は後に検討対象から外された。調査は、 軌道上の宇宙ステーションへの乗員の輸送、機関に使用されるジェミニの派生型の運搬宇宙船として予備定義された宇宙船を開発することを目的として行われた。地上に着陸し、回収されて再使用される設計が要求された。日系等の宇宙船が定義された。一つは9人乗りでジェミニ B に若干の改良を施したミンモッドビッグ。 G と外形寸法が同じだが、新型の補助システムを導入した一二人のりのより、先進的な概念の先進型ビッグ G と呼ばれた機種である。宇宙船の最突入部の大きさは、逆噴射部、貨物室部が直径 419cm と、ジェミニ宇宙船よりは大幅に拡大されている。着陸に際しては、パラグライダーを用いて、陸に着地することも検討されていた。 ノースロップ、ベンチュラ社がパラグライダー式滑空装置の分析を担当して最終的な報告では文書化された。宇宙船の着陸時の衝撃を緩和する着地装置は乗員モジュールの底にソリ式の着陸装置を備えることで対応し乗員は仰向けの姿勢で着地する。軌道変更やランデブルや姿勢制御や逆噴射の推進機能は一台の 液体燃料推進システムが2枚、打ち上げ時の脱出装置は、アポロ宇宙船に搭載されたような、打ち上げ脱出システムの大型化したものが搭載される。さらに設計の分析、運航支援分析や開発予定計画が準備された。有人機動実験室が1969年に中止され、1970年代に入ると、アメリカ航空宇宙局の予算も削減されたことから、 ビッグジェミニの開発も中止された。ありがとうございます。